パーベル・アブグストビチ・パプストは、東プロイセン出身で、ロシアで活躍した、ピアニスト、作曲家である。教育者として、モスクワ音楽院教授も務めた。本名クリスティアン・ゲオルク・パウル・パプストとして、ケイニヒスベルクの音楽家一家に生まれる。幸先の良いことに、教養家庭の監督官として、同地を訪問中の大音楽家、アントン・ルビンシテインと出会う。 1878年に優秀なピアニストとしてロシアに移り、同年秋にニコライルビンシテインの招きを受け入れ、モスクワ音楽院の教壇に立つ。パプストは偉大なフランツリストが折り紙をつけたように、当時の最も偉大なピアニストの一人であった。ピョートルチャイコフスキーは、パプストが開催した演奏会に足しげく通い、神々しい優雅さを称えたピアニスト。 神が使わしたピアニストと評している。またパプストはモスクワ音楽院ピアノ科の最も偉大な教授とみなされ、その伝統はロシアピアノ学派として20世紀まで受け継がれている。パプストは青年時代のセルゲイラフ・フマニノフと一緒に演奏を行い影響を与えた。1892年から1895年にかけて自作を含む ピアノ演奏を蓄音機に録音している。その中には、セルゲータネイエフとの連弾によるアントン・アレンスキーの組曲第2番、シルエットからの抜粋も含まれる。パプストは1897年に、モスクワで急死し、モスクワドイツ人墓地である、ブベチェンスキー墓地に埋葬された。ロシア音楽協会から捧げられた、追悼の花輪には、個人への賛辞が添えられていた。いわく、 はえある芸術家にして根気強い教師、そして比類なき人物に。現在までパプストは作曲家として知られているが、かろうじてチャイコフスキーのバレエ音楽やオペラのピアノ用トランスクリプションが知られているに過ぎない。実際にパプストこそそのような編曲にチャイコフスキーが雇った唯一の人間であった。一方でパプストは チャイコフスキーのためにそのピアノ曲を肯定している。チャイコフスキーに依頼されて、ピアノ競争曲第1番のピアノスコアの運指を改めており、また初演でソリストを務めたアントン・アレンスキーのピアノ競争曲にも運指をつけている。パプストの一連のトランスクリプションは、同時代の結出したピアニストに愛好され、かのフランツリストの編曲にも並び立つ存在と、みなされていた。 1885年に唯一の還元楽曲、ピアノ競争曲編補町長を作曲。初演は、パプスト本人をソリストに、アントン・ルビンシテインを指揮者に迎えて、サンクト・ペテルブルクとモスクワで初演された。ソーフはその後に失われたが、近年になって、再発見された。チャイコフスキーとラフマニノフはいずれもパプストに作品を検定している。パプストは、 著名人と交際があり、そのことはピアノ競争曲にも反映されている。33分の長さにわたる山岳賞の極めてロマンティックな作品で素晴らしい音色と恐ろしく難しいが叙情的なピアノパートに満たされている。2005年4月19日にパプスとの失われた競争曲の120年ぶりの疎遠がミンスクで行われ、パナギオーティストロコプーロスのピアノと マリウス・ストラビンスキー式ベラルーシ、国立アカデミー公共楽団の共演により演奏され、合わせて録音も行われた。ありがとうございます。